737もそうですけど、さて欲がついてます。情報で風が強いため羽田空港に着陸ができない状況との報告を受けました。詳しい到着時刻が分かり次第改めてご案内いたします。ちょっと待って、羽田に着陸できない、いやいや羽田に着陸できないって間に合わないじゃん。まさか引き返すなんてないよね。ゴアランド旋回ですね。皆さん、これ雲の中旋回しますんで、ここで失礼します。ありがとうございます。